ローレル賞は鉄道友の会が1961年2月18日に制定した日本の鉄道車両に対する賞である。鉄道友の会は1958年にブルーリボン賞を制定し、翌1959年より会員による投票で同賞を選定していたが、華やかな特急用車両が選定されやすい傾向があった。そこで、 1961年2月、ブルーリボン賞に選定されがたい通勤系電車及び近郊系電車を選定対象として、主に技術面で優秀な車両を評価するローレル賞が制定された。ローレルとは月経時のことであり、後日の記念プレートに描かれる月経感は栄養を意味する。しかし、1970年代初頭より本来は特急用車両であるものが、 通勤特急と称して、通勤列車に投入されるようになり、通勤車両の定義が曖昧になってきた。そこで、第15回、ローレル賞からは対象を通勤系、近郊系車両に限定せず、ブルーリボン賞の選定候補車両で、ブルーリボン賞に選ばれなかった車両から、得票数に関かかわらずブルーリボン賞選考委員会が選定することとなった。近年では、 初期の通り技術面や先進性に優れた車両が選定される傾向にあり、2000年代以降は低床式路面電車の受賞者が多く見られる。なお、ブルーリボン賞は年1形式のみの選定となっているが、ローレル賞については1形式のみという規定がないため、一度に複数形式が選定されることがあるの4形式が最多。記念プレートデザインローレル賞は、 ブルーリボン賞選考委員会によって選出される。ローレル賞選定までの流れについては、ブルーリボン賞の項を参照。ブルーリボン賞と異なり、ローレル賞は、ブルーリボン賞の投票結果はあまり考慮せず、前年に新しく製造された鉄道車両の中から、製作意図、技術、デザインなどが優れた特徴ある車両が選定される。また、ブルーリボン賞同様、贈呈式や、 選定車両への記念プレート貼り付けが行われる。ローレル賞の記念プレートは右にあるような丸型のものが代々取り付けられているが、第49回受賞の K 班2代目 3000K では、グッドデザイン賞受賞記念プレートに合わせ、従来のものとは違うものが設置されている。鉄道事業者名は、選定当時の故障。なお、各鉄道事業者のウィキペディアページへのリンクは、 最初の一回のみとする。ありがとうございます。